なんと店舗の情報が入っておりました。やったー、ついにウーバーイーツ利用できます。進んでおりますよ。おっと、早いぞ早いぞ早いぞ。これは面白いな。ゲームみたいに面白いですね。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。今回ですね、Uber Eats 注文していきたいと思います。そもそもこの Uber Eats は何か、まあいろんな話を聞きました。アプリをダウンロードしてみましたが、監督のですねいる地域はですね対象外ということが分かっておりました。で、先日友人からですね、 Uber Eats ってそっちやってんのって聞かれて、いや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 、まだでしょ、いや Uber Eats の人いたよって。アプリをですねもう一回ダウンロードしまして見たところですね、なんと店舗の情報が入っておりました。やったー、ついにウーバーイーツ利用できます。というわけでですね、調べてきましたので共有していきたいと思います。この動画ではですね、私監督が個人的にですね良かった商品ですとか映画ですとか作品をですね徹底的にレビューするという動画のチャンネルとなっておりますので、じゃ早速紹介していきたいと思います。まずですね、Uber Eats とは何ぞやということでですね、アメリカ合衆国のサンフランシスコに拠点を置く Uber テクノロジーオンラインフードデリバリーサービスというものです。そして2016年ですね、日本に来ました。やっと北海道札幌にも届きましたよ。利用したいと前から思ってました。アプリを使って対応してます飲食店にですね、電話じゃなくてタップで注文できてしまうというサービスです。仕組みがですね、お店側とお客さん側がお金を支払って配達パートナーに料理を運んでもらうシステムです。自分の住所をですね入力する場所がありまして、対応できる店舗とですねメニューが表示されまして、どれがいいかなと注文できるものとなっております。で、商品はですね1品から注文ができます。お支払いはですねカードにしますと現金の手渡しなく商品だけを受け取ることができます。場所の指定なんですが、自宅の他にですね例えば近くのコンビニですとか飲み屋、公園もですね指定することができます。配達をしてくれるということでですね、まあその分だけやはりその配送料ですね、手数料というものがかかります。通常ですと商品代金の 10% がまあ割増で支払うことになります。あとは700円以下だとプラス150円を支払うということになります。この点に関しては注意が必要です。余談としてですね、この Uber Eats の配達パートナーっていうのもちょっと調べてみました。 Uber Eats パートナーはですね副業としてもかなり最適です。配達する時間や場所を自分で決めることができます。配達員はですね配達バッグのウバックというものを背負って配達をしています。配達パートナーはですね個人事業主というものになります。アプリをですねオンラインにすることによって好きな時に好きな場所や時間で働くことができて、週単位で給料をもらうことが可能です。配達員はですね18歳以上で、自転車か原付バイク、業務用の自動車をですね使うということになります。ちなみに給料なんですが、移動距離を計測してその距離に見合う給料が支払われるというシステムになっております。またですね時間や曜日によってですねボーナスが入ったりですね、お昼のランチタイムですとブーストというインセンティブが追加されます。はい、ではですねこれから初 Uber Eats 注文していきたいと思います。何を頼もうかな。Uber Eats のアイコンをタップ。住所が出ておりますので、スターバックス、カレーハウス、カツヤ、まあでもカツヤとか中尾は結構行っているのでね。いやベントスは普通すぎるから、カレーのココイ、でもねこんな暑い日にカレーはね、どうせだったらあんまり行けないところがいいんだよな。スタバか。到着時間が3から40分、そう考えてくるとちょっと今結構腹減っているのでスタバにします。いや迷うな。いやピザにしよっかな。いややっぱりなんやかんややっぱスタバだな。はい、というわけでですね、今回はですね、ベントスさんのお弁当を注文しました。GPS 機能によって、その人が今どこにいるのかがわかるそうです。注文の品を取っているそうです。動き出しました。これは面白いですね。へぇ、すごい。電話もできるし、メッセージもできるそうです。あ、でもこれ顔写真見えるのいいね。こういう人が配達してるのかというのはですね、わかるのはかなりいいと思います。電車で配達してるそうで、GPS を使ってですね、マップですね、どこにいるのかというところをですね、このデータを見ますと残り1分で到着するそうです。でも全然進んでないぞ。
お、ついに動き出しました。進んでおります。おっと、早いぞ早いぞ早いぞ。これは面白いな。ゲームみたいで面白いですね。さて、この地図上で見ると次が、右に曲がります。残り0分で着きます。はい、右に曲がります。いいよいいよ、近いですよ。なんかもうホラーみたいな感じですね、これね。あとは道なりに行けばもう多分ね、もうその近くまで来てると思います。ちなみに玄関で、ね、受け取るという形にしております。ここで多分来るぞ来るぞ。チャイムが鳴ります。ならないな。鳴りました。はい、というわけでですね、到着しました。初 Uber Eats ベントスのフラのワイン漬け弁当です。はい、Uber Eats 頼んで食べました。なんかこういうシステム面白いなと思いました。GPS でその配達員の方がルートを辿っていくところ。これ私は玄関にやったんですけども、配達員の方がですね、ウバックから監督が注文した弁当ですね、出す際に、こっちですねって言ったから、近くで一緒にセットとしてですね、出したがために GPS で止まってるなーってところがですね、アプリを見た後なんですけども、配達員の方ね、顔写真付きで出てくるんですけども、おだちん的な感じでなんかプラスするところがあったんですよね。だからそういうところでもなんか稼げたりするなと思いました。自分が頑張ったら頑張っただけ報酬が得られるという仕組みはとてもいいと思います。で、なんかいいなと思ったんですけども、まあ、監督 Uber Eats の配達員になるためにですね、一つ致命的な弱点がありまして、地図が読めないところですね。いや、それ以外は多分ね、店はいいとして、個人の家とかだったら、もうその場所をぐる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 回って、もう注文してる人は、なんだこの配達員、なんでこんなぐるぐる回って、ここを立つのってね、言われそうなんですよね。というわけでですね、アドバイスをしてくれるなんか、相棒かもしくはもう AI がね、搭載型ヘルメットみたいなのがあればですね、話は変わりますが、というわけでですね、興味がある方はですね、Uber Eats の配達員ですね、なってみてはいかがでしょうか。そして、Uber Eats の利用ですね、まあ多少ですね、配送料の手数料かかるんですけども、自宅で好きな時に好きなタイミングで好きな時間にですね設定することによって配達員が来るので、美味しいものを食べれるということで、ぜひともそういったサービスを使ってお腹をですね満たすのはいかがでしょうか。はい、というわけでですね、今回はね Uber Eats を解説、あと注文ですねしてみました。ぜひこの動画ですね参考になっていただければ幸いです。もしよかったらいいねお願いします。チャンネル登録もお待ちしております。ではまた次の動画で会いましょう。まだやっぱりその適度な運量ですね。運動、適度な運量にもなるので、Uber Eats の、Uber カツ、Uber ボックス、Uber ボックス、Uber ボックスじゃなくて、あれだっけ、Uber カツじゃなくて、Uber カツじゃなくて、